どうも、岡剛です。今日はですね、ちょっと違う角度でドライブ雑談をしようかなと思います。ともうひたすら僕が一人で、車内一人で喋っているだけというような動画でございます。今日の下関は今ね、時間が、4時20分なんですけど、なんか曇ってきてますね。あまり天気は良くない。ただそんな言うほど寒くもないような感じですね。もう今バイパスを走ってるんですけど、僕左車線で60キロで走っております。右車線相当ぶっ飛ばしてますね、皆さん。はい、ということで今からね、ちょっと図書館の方に行って本を返しに行くと、この前、今日の動画か、今日の動画で、明日の動画もそうなんですけども、今回錦帯橋と、宮島、明日の動画宮島なんですけど、もともと出雲大社に行くっていう予定だったんですが、ちょっとその時はね、雪で微妙な感じだったので、こういったね、出雲大社、これを返しに行ってきますという感じでございます。はい、いや、この角度いいな。なかなか面白い角度になったかもしれない。で、今日は、この JW アンダーソンの魚ニットに白オックスフォードで、この前買ったダウンですね。これね、めちゃくちゃいいです。やっぱウール地っていうのが僕好きですね。昔からね、このウール地のアイテムっていうのをよくよく考えたら好きだなって。ウールとレザーがね、ダウンもそうだけども、ダウンもレザーダウンだとかウールダウンだとか持ってたので、このウールとレザーっていうのが好きだなっていう感じですね。このベストあったかい、あったかいっていう感じです。で、こちら2クラスのニットキャップ、ニットキャップ今年よくかぶりそうな気がします。もうしょっぱな噛んでる。そんな感じでおしゃべり雑談約10分間できたらいいかなっていうような感じでございますね。いや、でも今日の動画の錦帯橋の動画、僕はね、個人的に大好きなんですよ。尻餅を作っている錦帯橋の橋の上で尻餅を作って、もうまるで絵に描いたような感じですよね。なんでか知らないけど、走って小走りになってしまったと。歩いてりゃいいんですけど、なぜか小走りで、朝夜露か何かで橋が濡れていて、そのままストーンとこけるっていうね。で、お尻が未だに筋肉痛でございます。あれはね、動画的には今日の動画だったんですけど、実際、月曜日、錦帯橋の方に行っておりました。で、明日宮島ですね。なかなかこのね、今回の3人旅は面白かったですよ。普段ね、ほとんど、妹とかはほとんど会わないんですけども、ね、たまにこう大人3人の旅っていうのも、これから少しずつ増やしていけたらいいかなっていうようなイメージでございます。すいません、ちょっと加速、OK、なかなかね、僕と妹兄弟と奥さんとで、仲はね悪くないです。妹と僕はね、もともとやっぱ兄弟なんで、あんまりね、思春期とかもいろいろあったんですね。でも最近大人、妹と言っても35になったのかな、5になるのかな。そんな感じの、感じでございます。という今回だから、宮島、錦帯橋宮島までは下道でね、日帰りで行ったんですけども、車中泊とかもしてすごく楽しかったような思い出ですね。やっぱり動画って思い出をですね、こう残せるっていうのが最高に面白いじゃないですか。 YouTube ってそういうところが好きですね。もうほんとホームビデオです、ホームビデオ。作る動画って僕そんなに得意ではないので、そんなにというか 100% 得意じゃないので、もう完全な一般人の日常のこのホームビデオ的な感じで動画を撮っているので、うまいとか下手とかもあるかもしれないんですけども、楽しみながら動画撮れてるからいいかなっていうような感じですね。やっぱり動画は楽しいな。撮影してる時も楽しい。撮影してるって言っても iPhone 片手にこういう風にね、動画ビデオ回してるだけなので、それをね編集しているだけなので、
まあ、そんな感じの僕の動画でございます。でもタイムラプスは面白い。最近ハマってるのがタイムラプスを流してその状態のまま普通のビデオに切り替えてこう持ち上げるみたいなのが最近僕好きですね。なんかその方が臨場感っていうか僕目線、僕が見ているそのものをですねこう皆さんに伝えられるんじゃないかなと思って、まあ、そういった工夫ってわけじゃないんですけどね、それがすごく楽しいです。うん。オッケー、危ないぞ。オッケーオッケー。あ、これ左車線に行っとかないといけないんだ。ここで交差点抜けたんで車線変更します。まあ何ともないドライブ雑談でございますがという感じですね。もうちょっとでね下関駅でございます。あのバスは止まるのかな。で車がですねちょっとドロドロなので洗いに行かなきゃいけないなっていう感じだけども、雪も降りそうな気がするという感じ。雪というか雨というかね、うん、あんまり天気は良くないですね。でも一回ちょっと洗っとかないとさすがに汚いので車も洗ってピカピカにしたいなっていうような気分でございますという感じですね。最近だから洋服の動画もそうだし、旅もそうだし車もそうだしいろいろな動画をまあ撮って、まあ本当楽しいなっていうのが、うん、僕の感想ですね。もともとだから今年の1月から撮り始めた動画で最初は何にも分からずやってたのがだんだん何でも自分なりに工夫したりとか続けることでこう自分なりの、まあ、動画だったら動画だとか、まあ、洋服だったら洋服のこう自分なりのこう趣味とか、まあ、やり方だとかっていうのが身についてくるじゃないですか。それがね続けることできちっとね自分のこうやりたかったことだとかできなかったことができるようになったりだとかっていう、やっぱり続けることの大切さっていうのが身をもってこうね体感できているっていうか、そこが、うん、何でも続けることが大切だなっていうような印象というかイメージというかですね、諦めたらそれで終わりなので、まあ、基本的にあんまり諦めたくないなっていうのが僕の、うん、今までの考え方かなと。諦めたらそれで終わりなので、諦めてやってみてできないことも当然あると思うんですけども、少しはできるように多分つながることでなっていくんじゃないかなっていうような、うん、イメージですよね。だから続けることの大切さっていうのが、まあ、この年になってねよりこうなんていうかな明確化されたというか、あ本当だったんだなっていうような、うん、感じですね。本当ありがたいことに皆さん楽しくこうねこう僕の動画を見に来ていただける方も多くて、まあ中にはねちょっと変わった方もいらっしゃるんですけども、まあその方はねちょっと、まあ、僕なりにいろいろね工夫して、まああまりね皆さんの目に嫌なコメントとかも出ないようにはしている、そういった工夫も僕してるので、やっぱりいい方ばっかり集まってきた方が皆さん楽しいじゃないですか。うん、そこがね僕のこだわり、まあそこはこだわりですね。うん、やっぱりこう動画作ってる以上こう管理とかっていうのはきちっとしなきゃいけないと思うので、そのあたりは僕大切にしたいなと思いますという感じですね。まあそこは僕の責任だと思います。まあね、うん、本当皆さん楽しいコメントばっかりで僕は嬉しいです。うん、やっぱりハッピーになりますしですね、こう嬉しくなってねこう笑顔も増えるので、でいろいろやってみようとか、まあ、こういう、まあ、洋服とかでもこういう風に撮ってみて自分も面白く楽しくねやっていけたらいいなっていうのがねどんどん記憶になって蓄積されているような感じでございます。ちょっと揺れるけど、まあ、続けることの大切さっていう動画でございますね。まあとにかく僕がこのドライブ雑談は何も考えずひたすら喋るっていう動画になっていますという感じのドライブ雑談でございましたと。
あとは駐車場に止めて終わるだけ。いやでも本当このゴルフセブンはこの前だから奥さんもこの車運転したんですよ。怖い怖いとは言ってたけども、まあ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 慣れたら慣れたで、あのスピードはよく出るって言ってたから、ちょっと気をつけて運転してねという話はしてたんですけど、まあ、ここ止めようとりあえず。ちょっと待ってくださいね、後ろの方。こんな感じかな。よし、まっすぐ OK。はい、ちょうど10分45秒という感じ、11分ぐらいかな。はい、到着でございます。まあこんな感じの僕でございました。本日12月15日金曜日、だいたい今のところ時間が4時32分の僕でございました。では本日もご視聴ありがとうございました。岡剛でした。また見てください。